花の町として知られる鴻巣市で、ポピーなど色とりどりの花が楽しめる催しが開かれています。この催しは、鴻巣市が全国有数の花の産地であることを PR しようと開かれていて、見頃となった季節の花々を楽しむことができます。見どころは、およそ 12.5 ヘクタールにわたる日本一広いポピー畑で、川幅日本一を誇る荒川河川敷に広がります。市内に住む農家が畑の管理をしていて、広大なポピー畑ではおよそ3000万本の赤やオレンジのポピーを見渡すことができます。またポピー畑の隣では可憐な紫の花を咲かせる麦なでしこも楽しめます。鴻巣花まつりは今月19日まで開かれていて、催しが終了すると一部の畑が開放され、無料でポピーの摘み取りができるということです。